馬まい歌いは、古墳時代の豪族、聖は首。日本書記によると、金明天皇23年6月、ある人が、馬まい首歌いを残言して、歌いの妻であるアウシン、青新さぬきの使っている、蔵の下にかける大いに変わったところがあり、よくよく見れば、皇后の蔵であると言った。そこで、歌いを捕まえて、経理より厳しい尋問を受けさせた。は冤罪であることを主張し、 もしもそれが事実ならば、天才をかぶるでしょう、と言った。拷問の厳しさに、歌いは地に伏して、息を引き取った。その途端に、大殿で災いがあり、ケ理リは、歌いの二人の息子を捕まえて、家中に投じようとして、自分が投げ入れるのではない、宿の手が投げ入れるのだと言った。息子の母親は、懇願して、子供を家中に入れたら、また天才が起こるでしょう。どうか、 ハフリトに従わせて、神奴にしてくださいと言った。神奴とは神社に霊属する先民のことである。母親の願いが叶い、許して、神奴とした。随所、和国伝によると、その族、人を殺し、強盗及び関するはみなしし、盗む者はそうをはかりで、者を放棄しめ、罪なき者は身を没して、奴となす。国章を人気はむするごとに、 承印せざる者は、木を持って、膝を足、あるいは号球を張り、弦を持ってその甲を、のこぎりく。あるいは、小石を、煮え湯の中に置き、セリフ書のものをして、これを探らしめ、言う、利の曲なる者はすなわちラらルと。あるいは、蛇を王中に置き、これをらしめ、言う、曲なる者はすなわち手を筒、刺さると。ひとすごぶる。 静かいにして、創傷管にして、盗賊すくなし、訴訟事件を尋問追及して、罪を承認しない者に対しては、木で膝を押さえつけたり、号泣の弦でうなじをゴシゴシ引くなどの拷問をする。また争っている者たちに、熱湯の中の小石を掴み上げさせ、道理の通らない者は、たちまち火傷をして手がただれるという。また、蛇を亀の中に置いて、これを取らせ。 不正なものは手を刺されるという。人々はすごぶる、物静かで、訴訟は稀だし、盗賊は少ないとあり、小石を煮え湯の中から探り出す以下の文は、不形などの審判法の記述であるが、当時の拷問が残酷であった胸が伺われる内容である。歌いが上記のような厳しい取り調べによって問士した様が想像できる。歌い自身は、盗みの権威を冤罪と主張し、 冤罪であることが事実なら災い変が起こると、制約をした。そのことからすると、歌いの死自体が、彼の有罪の証である天罰であったのか、その後の宮殿の火事が天才だったのかが問題であり、後者ならば無実であったことになる。あるいは、制約の実態は、歌いを告訴した男に対する図書であったのか、父の拷問士に抗議した息子たちの放火が、原因だったのか、 と考えることもできる。息子たちを捕獲して、火に投げ入れようとした箇所に、火に投げ入れて刑するは、けだし古のせいなりとあり、文中通りだとすると、真犯人は、ういで、息子たちは、え座ざけと取れる。これに対して、飯田武里の、日本初期通尺では、ういの証言の虚偽を確かめるための審判では、なかったか、としている。 白鳥清は息子たちの放火の事実を確かめるためか、あるいは歌いの投範の虚実を明らかにするためかの、どちらかだとしており、歌い事件には息子らの家中闘神も含めて、審判の要素が大きいと言える。また、蔵にまつわる物語は、馬会集団の食傷を反映したものと思われる。ありがとうございます。